はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、デジモンリンクスの実況ですね、今日もやってみたいと思います。さあ、今日はですね、また新しいイベントが来ましたね。前回のオメガモンのイベントがすっごいだるかったんですけども頑張りました。はい。で、まあ結果としてしましては、はい、一応オメガモン回し振るモードの、プラス2だけは得ることができましたね。あとかけらが3かな ?13 個もらいましたね。でも残念ながら21個まで届きませんでしたね。キリマン狙ってたんだけどなぁ。さて、そのことはさておき、今回の新しいイベントの方行ってみましょう。復刻中世の聖騎士です。はい、クレニアムもですね、ロイヤルナイツに属するデジモンなんですけども、このデジモンが登場する、イベントが始まりました。復刻版ということで、以前もやってたみたいですね。なんですけど、僕一回もこれやったことなくて、おそらく僕がやってない時にやってた、イベントなんだと思われます。はい。多分1年ぐらい前の話かな。はい。じゃあちょっとやってみましょう。初級、中級、上級とクリアしましたので、超上級の方行ってみたいと思います。はい。初クリア報酬はクリニアムのかけらが入ってますね。素晴らしい。で、弱点が、雷属性だけなんですけども、雷属性の、デジモンですね。技を放つデジモン僕持ってないので、無属性と非属性のデジモンで進めていきたいと思います。はい、パーティーはこんな感じですね。シャイングレモン、エンシェントグレモン、アルファモンで行ってみたいと思います。いずれも火を使うデジモンと無属性のデジモンですね。はい、じゃあ行ってみましょう。無属性が通るということでね、オメガも回しフルモード連れてってもいいんですけど、回しフルモードの、覚醒値が低いので、おそらく返り血にされると思うんでね。はい、回しフルモード残念だったな。頑張ったんだけどね。はい、ではですね、やってみたいんですけども、今まで通りの、感じでウェーブ3までありますので、一気にウェーブ3まで行ってみたいと思います。せーの。はい、来ました、クレニアムですね。なんかちょっと久しぶりな感じがするな。はい、じゃあ潰していきましょう。どうやって調理してやろうかな。まずは周りの雑魚から潰すのが定石ですかね。潰せるやつから潰すのが戦いの定石ですからね。ガッサッ、あ、落ちた。マジかって。ジブレイソード。あんま聞いてないな。スプリットボール。うおい。火使うもん、こっち。スタルズオブソール。暗い。あんま聞いてないな。ちょっと厳しめかな。じゃあ、クレニアムを集中的に叩いていきましょうか。スタンでコードできない。ライスオブソウル、シャインレイモンのスキルですね、リーダースキル、一撃超入光のおかげでクリティカルが出やすいんですけどね。モーションウェブやばいっと危ねえ。ライスオブソウル、うん、いい感じ。よし、これで勝てるな。さあ、終わりにしようか。メカルバース終わりだ。ジオグレイソード、オッケーです。あ、全然余裕で倒してない。はい、お疲れ様です。はい、では次のクエストですね。中世の聖騎士滅球です。滅球ってめちゃめちゃ強いんじゃなかったっけこれ。うわー強そうだな。しかも非耐性持っちゃってんじゃん今度。うわー、どうしよう。ちょっと考えましょうか。無属性しか通らなくて雷が弱点。勝てるかなこれ。はい、ちょっと一回だけですね、チップ引いてみたんですけども、今回のイベントのチップですね。特攻 B が出ました。アタック、S アタック、特攻 B ですね。はい。これで、アタックと S アタックが2倍になるので、アルファマンの技が、ちょっと上がりますね。はい。じゃあ、これでやってみましょうか。多分これなら大丈夫と思うんだけどな。はい、ではクリアできるかどうかわかんないですけど、やってみましょう。いけるかな、怖いな。
多分また Web3 まであると思うので、もう初戦から全力尽くさないと多分まずいですよね。アルファモンがどこまで役に立ってくれるかだな。で、今回、シャイングレイモンじゃなくて、ベルフェモンに変えてきました。コマ力の文様を持つベルフェモンならば、アルファモンの技をさらに、上げることができますね。はい、ではですね、一気にウェブ3まで行ってみたいと思います。せーの、はい、来ました。勝てるかな。問題は、どうしよう、クレミアムをどうやって倒すかですよね。とりあえず周りを叩いてどう出るかって感じですね。よいしょ、できれば一発でいってほしいな。いた、どうだ、汚いぞ、勝利。まあまあ通ってるかな。ゴッドブレス、ダメだ。クレニアムなんて技が2種類あって、ゴッドブレスっていう一ターン無敵になる技と、エンドワルツっていう全体攻撃を持ってですね。ちょっと厄介なんだよね。はい。ダメージが通らない。こっから先は、通るね。で、スタンドで行動できない。アタック、防ぐ。バックで防ぐ。オッケーです。さあ、このまま行けば、よし、通せるかな。ダークネス。全然効いてないな。勝てない。でも、これだったら勝てるかな。よし、ダイソンブソル。うん。アルファモンがいい仕事してくれますね。よかった、チップ一回入れて。ここで、ね、決まれば、なんかバースト。全然効いてない。今回でも勝った。よかったー。確かにドロップ2個。よかったー。クリアできたよー。ドロップは2個してくれるんだね。じゃあ、ちゃんとしたドロップチップとか持ってればいい感じですね。今回、アタックチップしか出なかったので、そこが残念かなって感じがしますね。はい。この先多分ないよね。うん、ありますよね。で、今回ですね、ちょっと新しいのが出まして、はい、今ですね、中性の断片データの交換所のところに来てるんですけども、クレニアムの進化素材があるのはもちろんのことなんですが、自然技をブートし、そしてシャコモンが今回入ってきてますね。今回ですね、はい、こちら、こちらの継承技1、アタックデバッハ3というのがあると思うんですけども、ワンラウンドで敵単体の攻撃が中断、バトル中1回だけ使用可能というような、AP ですね、アタックポイントを使わずに使える技っていうのが出てきたんですよ。ちょっと新しくなりましたね。はい、こちらが、まあ、広告でになるんですけども、新継承技が登場ということで、今回の技は回数限定&AP 消費が0ということでですね、非常に面白い感じになりましたね。うん。で、稀にエクストラステージが3回、最大3回発生というのもあったみたいですね。まあ、今回は発生しなかったんですが、うん。いやー、でも面白かったなー。はい、じゃあとりあえず、そうですね、まあ、やっていこうかなというふうに、感じですね。ではですね、今回の新しい、継承技も目指しつつ、クレニアムのね、進化素材も集めていこうかなと思っています。はい。結果はですね、また次回の、イベントの時に話したいなと思います。というわけで、紹介しましょう。ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと。パシーから、お願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バッシーとミクチャンネルをお願いします。